どうも、うずです。今日はちょっと試しにパナソニックの GH4 で 4K 動画撮影を試しています。この後編集でちゃんと 4K 動画が編集できるかちょっと心配なんですけど、ちょっと 4K 動画の画質で試してみます。そして今日話すネタはカメラのネタ。前もね、ちょっと話したことあるかもしれないんですけど、皆さんカメラ選ぶときに一眼レフカメラタイプかミラーレスかで悩む方多いと思うんですよ。で、もう見てお分かりになりますね。もうミラーレスカメラエントリーから中級モデルと一眼レフカメラか大きさがね全く違うんですよ。レンズの大きさからもうボディの大きさまでで、ちょっと短いね動画にまとめようと思うんでざっくり言ってしまうんですけど、どっちの利用頻度が高いか、うずさんみたいに毎日動画撮ったり、あとはカメラほんと趣味ですって言って使ってる人はこの一眼レフカメラ持つメリットは非常に高いんですが、普段撮影するんだったらミラーレスカメラの方が絶対いいかなって思います。なんでかっていうと、ママさんとかね、あとはカメラたまに使いますっていう方、あとは子供たちの撮影しかしませんっていう方だったら、ミラーレスカメラでも上位機種だったらファインダー付きのモデルがあったり、画質自体がもうかなりいいものだったりたくさんあるんですよ。でそんな中でボディがちっちゃくてレンズもコンパクトに持てるタイプだったら、やっぱりどこにね持ってても邪魔にならないし、カバンの中に予備のレンズ入れてもそんなにねかさばらないんですよ。だからいろんなとこ出かけて、テーマパークとか、近くの公園とか出かけて子供たちの写真、思い出の写真をいっぱい残したいと思ったらミラーレスカメラの方が絶対いいです。ただうずさんみたいにね動画撮る趣味をねもう毎日動画撮ってなんか気が済まないような人とか、あとはモータースポーツ撮りたいとか運動会でバシッとね決めて写真撮りたいとか思ったら、光学式のファインダーを持ってて、なおかつ重量もねがっしりしててしっかり構えられるようなやつ、こういう一眼レフカメラいいなって思います。なのでよくうずさん買い物でカメラって何選んだらいいんですかって相談を受けること多いんですよ。そういう時大体最初に聞くのがミラーレスカメラがいいのか一眼レフカメラがいいのか、ここをちょっとまず最初に聞き出しをします。特にね夫婦でご相談される方なんかだと、旦那さんがやっぱり一眼レフカメラの方がかっこいいじゃないかっていうことでかっこよさで選ぶ方もいるんですよ。それも間違いはございません。確かにうずさんも前動画で言いましたが、ミラーレスカメラ、例えばこのソニーの NEX5R とか、あとはこの間借りてたオリンパスの OM でとかいいのいっぱいあるんですけど、それだとなんか物足りなさを感じることがあって、ボディのねなんかその迫力というか、やっぱりこういう大きいレンズ、大きいボディっていうのを使いたくなる時がやっぱりあるんですよ。やけに力込めますけど、そういう方はもう一眼レフカメラ選んで間違いないと思います。大抵女性の方はやっぱり持ち運び便利なやつとか現実的な考え方の方が多いのでこれはねうずさんの経験上だけどね、そういう方はやっぱりミラーレスカメラで気軽に撮れる、そして綺麗な写真が撮れる、これでいいと思います。今回ねちょっと 4K 動画撮影のテストも兼ねていますので、ちょっと短い動画にさせていただくんですが、簡単にうずさんのミラーレスカメラと一眼レフカメラの選び方、どっちがいいのかなっていうのは正解はないんですけど、ちょっと参考にしていただければと思います。うずさんもですね EOS70 でこれ動画バシバシ撮れるので、これを今持ち歩いてますが、静止画専用機、この EOS40D とこの NX5R の2台持ちだった時にはやっぱりほとんどのシーンでこの NX5R ばっかし持ち出して写真も撮ってました。実際ね子供のね思い出写真撮るんだったらこのミラーレスカメラだけで十分かなっていうところもあったので、普段使いにはやっぱりミラーレスカメラがいいかなと思います。もう何度も言ってると疲れちゃうからね。今回の動画こんな感じで、ではまた別の動画でバイバイ。これ大丈夫かな、これ 4K 動画でちゃんと編集してアップできるのかな。 YouTube4K 動画対応だもんね。うずさんちょっと初めて 4K 動画をアップさせていただきます。 YouTube さんよろしくお願いいたします。